それからまして試合は第4クォーターに入ります。攻撃権はそのまま前足ジェンサーズ本館の攻撃です。そこで攻守交代です。トライアクシスジェスパーズポスターの攻撃は番号戦です。サイドワインダーには若森選手のパントにより攻撃権はサイドワインダーズに変わります。サイドワインダーズ自陣18ヤードからファーストダウン権。さあサイドワインダーズ自陣18ヤードよりファーストダウン権ショットワン。これはランニングバックにボールを持たせて中央のラン。サイドワインダーズ。サイドワインダーズランニングバック4番吉川選手の中央プレー。しかしここはトライアクシスジェスターズディフェンスの集まりが早くゲインは3ヤードにとどめられています。サイドワインダーズセカンドダウンセブン。セカンドダウンセブン。またショットガンの対応サイドワインダーズランニングバック27番東選手の中央プレー。しかしここはトライアクシスジェスターズ。失礼いたしました。ディフェンスライン59番西川選手のタックルが早くノーゲイン。サイドワインダーズの攻撃はサードダウン。パーソナル獲得まで残り7ヤード。ランプレーというのは一般にですねドローという、ランプレーになります。ぜひですねあの知識を、ね、サイドワインダーズランニングバック28番藤本選手のランプレー4ヤードのゲイン。藤本選手のランプレー4ヤードゲインに達しましたがファーストダウン更新にはいならずでフォースランとなります。サイドワインダーズファーストダウン獲得まで3ヤードを残しダウンはフォースダウンラストダウンです。ですが泉山選手その状況でもしっかりとバントキック。かなり危険な状況。そこで攻守交代です。フェルワイダーズモーターの攻撃はバントを選択。あまり陣地挽回できずに攻撃権はトライアクシスジェスターズに変わります。シスジェスターズは、敵陣44ヤードよりトライアクシスジェスターズ敵陣44ヤードからバースダウン戦の攻撃。からのパスですがこれはディフェンスはサイドアウンダーズディフェンスバックの上がりからほとんど、ほとんどゲインはありません。ディフェンスバック29番奥村選手のゲームダウンは後ろから台を取ります。ただいまフィールド上では負傷した選手を保護するためにレフリーによりますタイムアウトが取られております。先ほどのプレーサイドワインダーズクォーターバック 6番ウェイス選手からワイドレシーバー18番海藤選手へのパスが成功しておりますがノーゲイン。おそら
らくタックルに行った際をタックルしましたのはタイルワインダーズディフェンスバック29番奥村選手でした。ショットと呼ばれる怪我になるんですが、肩が熱くなるんですね、そういった事象は起きたんじゃないかなと考えます。レフリータイムアウトが終了しまして試合再開です。クライアクスベスターズセカンドダウンゲーム、クライアクスベスターズ今度は6番ウェニス選手がボールをキープしましたが、サイドワインダーズラインバッター54番ヒロノ選手のタックルが早くノーゲーム。気づけば大学に入院していましたというチェックをいただいております。ぜひですね、私どものチャンネルを登録してみていただければと思います。チームタイムアウト、ベイスターズ後半1回目、ここでクライアクスベイスターズ後半1回目のタイムアウトの要求です。トライアクシスベスターズこれフォースダウンギャンブルのプレー、フォースダウンのプレー転びましたが、これは、サイワンダーズ53番のゴールゴール攻守交代です。トライアクシスベスターズフォースダウン
間でプレーを選択、パスの構えでしたが、最後は見られず、ディフェンスライン53番、村越隼人選手が急にタック、これによりボールをファンブル、パスが獲得には至りませんでしたので、ここで投手交代、攻撃戦は最後は見られずに変わります。サイドインレーズ54番吉川選手が左サイドです。サイドインレーズランニングバック4番吉川選手のランプレー、ゲインは5ヤードゲインしております。サイドインターズセカンドダウンコール、これもまたランプレー、サイドインターズランニングバック28番藤本選手のランプレー、ゲインは1ヤード、タックルしたのはファイアッツジェスターズ87番オッチ選手でした。それではインダーズサードダウンの攻撃、パートナー獲得まで残り4ヤード、バッターからバッター獲得、それではインダーズコーターバック15番村上選手から、ワイドレシーバー24番井上選手へのパスが成功、12ヤードをゲインしファーストダウンを獲得しています。8ヤードのゲイン、サイドワインダーズ自陣36ヤードから新たにファーストダウン10、失礼しました、敵陣36ヤードからファーストダウン10、28番藤本選手に渡して右サイドを、サイドワインダーズランニングバック28番藤本選手のランプレー、ゲインは4ヤード、やりたいな、水分補給のタイムアウトになります。水分補給のタイムアウトになります。今回ですね、選手ここで選手の健康管理のため、水分補給のタイムアウトが取られます。終了しまして試合再開です。サイドワインダーズセカンドダウン6、さあまた4番吉川選手が持つ、これを持っていってそのまま持っていって、できたー、サイドワインダーズ、サイドワインダーズランニングバック4番吉川拓也選手、エンドゾーンまで32ヤード走り切りタッチダウン、やりたいな、吉川選手タッチダウン、一緒の大アウトになります。おそらくタッチダウンした吉川選手がそのまま負傷してしまったのかなと思われます。
注意したのはやはり4番の吉川選手。ではエンダーズ先ほどのタッチターンで第4クォーター6点を追加、これよりドライフォーポイントです。大泉山選手先ほども少し軌道がそれてしまいましたが、キック成功、キックを成功、1点追加。サイドワインダーズトライフォーポイントはキッカー12番泉山選手のキックが成功、さらに1点を追加し、サイドワインダーズは第2クオーターに7点を追加、ここまでの得点20点です。逆サイドを走る、大きくなっていましたが、自陣30ヤード付近でタッチを受けたようです。サイドワインダーズキッカー12番泉山選手がキックオフしたボールをトライアクシスジェスターズリターナー81番タクワ選手が約10ヤードを見た。トライアクシスジェスターズ自陣30ヤードからファーストダウン10。パス成功、トライアクシスジェスターズ高校バスケ6番上西選手からワイドレシーバー9番宮城選手へのパスが成功、ゲインは9ヤード、トライアクシスジェスターズセカンドダウン1。トライアクシスジェスターズが、サイドワインダーズの、レフリーダーが不祥事なダメだと思います。先ほどパスをキャッチしてタックルを受けた海洋選手がそのまま倒れた、かなり強烈なタックルを受けておりました。ゲースの時の結果でしょうか。ホールディジェンスター7番14のペナルティー、セカンドは繰り返します。
方やらちょっと先ほどのプレー中にホールディングの反則がありました。7番、堀選手に対してホールディングの反則がゴールセリア以外のオフェンスの選手は相手選手をブロックする際に不正に掴んだりしたという反則です。ペナルティは10ヤード、トライアクセスジェスターズ10ヤードを抜退しセカンドダウンをやり直します。クライシスジェスターズランニングバック31番村山選手、右のオープンに抜けようとしましたがサイドワインダーズディフェンスバック2番ミリン・ユーマ選手がタックル、ゲインを1ヤードでとどめています。試合残り時間は4分6秒、5秒となっております。クライシスジェスターズサードダウンライン、サードラインさあロングパスを取った堀選手を取れず、トライスジェスターズクォーターバック6番ウェイス選手からワイドレシーバー7番ホリー・カット選手のパスでしたがこのパスは不成功、パスが不成功でしたのでボールは元の位置に戻ります。攻撃は次のダウンに変わります。トライスジェスターズフォースダウン、ラストダウン、ラストダウンですがこちらもギャンブル、タイムアウトです。チームタイムアウトジェイスターズ、トラクシスジェイスターズ後半2回目、後半2回目のタイムアウトになります。ここでトラクシスジェイスターズ後半2回目のタイムアウトの要求です。試合残り時間は3分39秒となっております。さあ第4クォーター一矢報いたいところです。トライアクシスジェイスターズフォースダウンギャンブルを試みます。フォースダウンラインですがギャンブルを試みます。試合が終了しまして試合再開です。トライアクシスジェスターズフォースダウン、選手のパスが成功、これはファーストダウン、ファーストダウン、トライアクシスジェスターズクォーターバック6番ウェニス選手からワイドレシーバー7番堀選手へのパスが成功、フォースダウンギャンブル成功、ファーストダウンの獲得です。しっかりと成功しています。ジェスターズジェスターズ自陣44ヤードから新たにファーストダウン点の攻撃です。新たにファーストダウン点、パスを試みましたがパス失敗、バッティングコンプリート、トライアクシスジェイスターズバットを投げましたが成功、ターゲットはワイドレシーバー5番広瀬選手でした。
トランシスエスターズの攻撃は2回目の攻撃に変わります。セカンドダウン10、ウェニス選手パスの構えからスクランブル、ゲインは1ヤード。しかしゲインは1ヤードにとどまっています。クライシスジェスターズサードダウン、ファーストダウン獲得まで残り9ヤード。さあフォースダウン10を追い込まれましたトライアクシス先生、先ほどフォースダウンギャンブルを成功させております。トライアクシスジェスターズフォースダウン、フォースダウンギャンブル、さあロングパス、クライシスジェイスターズフォースダウンでプレーを選択、失敗。パスを投げましたがこのパスはサイドラインダイブ、ディフェンスバック29番奥村明選手がパスカット。クライシスジェイスターズ4回の攻撃でファーストダウンを獲得することができませんでしたので、ここで攻守交代となります。攻撃権はサイドラインダイブに変わります。サイドワインダーズ敵陣39ヤードからファーストダウン10、試合終了まで残り1分30秒です。さあサイドワインダーズ敵陣39ヤード付近より攻撃、サイドワインダーズランニングバック27番東選手のランプレー、ゲインは3ヤード。サイドワインダーズセカンドダウン、サイドワインダーズセカンドダウン、最大限使っていきます。サイドワインダーズ最大限使った上でのランプレー、抜ける抜ける。サイドワインダーズファーストダウン獲得、サイドワインダーズランニングバック28番藤本博美選手のランプレー、25ヤードを準備しファーストダウン獲得です。試合残り時間36秒、サイドワインダーズゴール前10ヤードからファーストダウンの攻撃、試合終了まで残り30秒を切ろうとしています。さあ試合残り時間30秒切りました。サイドワインダーズさらに追加点を狙いか、追加点を狙ってきて、サイドワインダーズパスを投げましたが成功。残り17秒、試合時間残り17秒となっています。ゲームクロックは残り17秒で止まっています。サイドワインダーズセカンドゴール、インターセット。
サイドワインダーズのパスをトライアクセスチェイスターズ、ディフェンスバックに19番藤原選手がパスカット。サイドワインダーズサードダウンの攻撃、試合終了まで残り9秒。サイドワインダーズの残り9秒、しっかりとここも取りに行くようです。内藤選手のパスが下のように見えましたが、タックル、強烈なタックルを受けて落としてしまいました。試合残り時間2秒。サイドワインダーズフォースダウンの攻撃に変わります。フォースダウンの攻撃、試合終了まで残り2秒、フィールドゴールキックを選択。サイドワインダーズ27ヤードのリード。試合終了で、サイドワインダーズ。ラストプレーはサイドワインダーズ約27ヤードのフィールドゴールをキッカー12番泉山直樹選手が決め、第4クォーターに3点を追加。ここで試合終了です。NFA 日本社会人アメリカフットボール協会主催 X リーグ 2020X2West 秋季交流戦、サイドワインダーズ対プロアクティスチェイスターズの試合は、サイドワインダーズ23点、プロアクティスチェイスターズ0点で、サイドワインダーズが勝利いたしました。